ターヒルアサは9世紀にアッパース長の総督としてホラーサーン伊東地域を統括したイスラーム王朝である。最大領域は現在のイラン、アフガニスタン、タジキスタン、ウズベキスタン、トルクメニスタンにまたがる。首都はニーシャープール。始祖のターヒルイブン夫妻はホラーサーンを拠点としたアラブ戦士集団の有力者の出身で祖父は うまい野町を打倒した、いわゆるアッバース町革命に参加した一人である。赤岩の武人で二刀流の達人であり、二本の右手を持った人とあだなされたという。809年に、アッバース町第五代カリフ・ハルーン・アラシードが、マーワラ・アンナ・フルでの反乱鎮圧のため申請した、途上ホーラサーンで病没した。この時に、これに同行して、メルブにいたよ次の一人。 マームーンの下で、これにつき従った。カリフラシードが没した後、ターヒルは、アッバース朝第七代カリフとなる、このマームーンが拒兵した際に協力し、バグダードを奉仕して対立するアミーンを、降伏させると、マームーンのカリフイダッシュに貢献した。マームーン即位後ターヒルは、バグダードやジャズイーラの総督職を与えられ、ついでホラーサーン総督に任命され、 中力系やイラン系のマワーリー軍団、アラブ中流軍などからなるホラーサーン軍に忠誠を誓わせ、この地域での行政、軍事力を統括するようになった。ターヒルは、その後軍事力の強大さを警戒したマームーンと対立するようになり、821年にモスクでの金曜礼拝の際に読み上げられる言葉から、カリフ・マームーンの名前を省き、事実上独立した。しかし、 ターヒルの死後もターヒル家のホラーサーアン伊藤での実力は、火力政権側からも引き続き認められるところとなり、ターヒルの息子タルハイコも総督職の任命を受け、毎年バグダードへ、貢ぎ物や軍事力として、チュルク系奴隷の供給等を請け負い、一族からバグダードの警察長官職を務める者も排出し、アッパー市長との関係は、概ね良好であったようである。 ホラサーンは、ウマイヤ朝、アラブ征服時代以来、イスラーム帝国の東方支配の要であり、ターヒル朝が担ったホラーサーン層特色は、マーワラアンナフルやスイジスターアンから、アフガニスタン中南部、インド方面までの諸勢力と対峙する、イスラーム支配地域の教育、前線地域でもあった。また、ターヒル朝は、マーワラアンナフルやスンナ派に属していたこともあり、 ホラーサーンのハワーリジュ派やカスピ海南岸のタバリスターンのシア派などの反アッパース調整力と対立した。やがてスイジスターンからサッファールアサが対等し、873年に首都のニーシャープールが落とされるまでホラーサーン支配を担い続けた。891年にはバグダードの総督職が廃止されて、同王朝は終焉を迎えた。ターヒルイブンフサイン。 死祖タルハイブンターヒル、ターヒル一世の子、アブドゥラーイブンターヒル、ターヒル一世の子で、タルハの弟、ターヒルイブンアブドゥッター、アブドゥッターの子、ムハンマドイブンターヒル、ターヒル二世の子、ありがとうございます。